2番高橋加奈子さん日本。 Number 2 representing Japan 加奈子高橋。急遽出場が決まりました高橋加奈子、専修大学の学生です。 NHK 杯はこれで2年連続4回目、去年は6位、98年の NHK 杯では第5位という成績です。三元です。彼女も立ち上がりにコンビネーションジャンプ、トリプルルッツ、ダブルトーループを持ってきますが、今日の練習ではジャンプに苦労していました。彼女には佐藤さん、どんなイメージをお持ちですか？そうですね、ジャンプが非常に高くて力強いところがいいなと思います。はい、彼女は練習中でもそうなんですが、終始にこやかです。サーペンタインのステップ、ダブルアクセルは決めました。ジャンプの失敗がちょっとこの照れ笑いにも出ていますが、高橋加奈子いい笑顔です。ショートプログラムはジャンプ、スピン、そしてステップなど8つの要素を満たさなければいけません。そのジャンプの失敗がありました。井原さん、全体にいかがですか？そうですね、全体の流れで言いますと流れは決して止まらなかったんですけれども、ええ、やはりショートプログラムはジャンプを失敗しますと最大でやはり1つの失敗につき 0.4 の減点がありますので、はい、2つの失敗となりますと最大限で 0.8 もの減点になってしまう。結局例えば 5.8 の選手でも 5.0 しか出ないということになりますので、はい、ですからこのちょっと失敗は痛かったですね。佐藤さん、このトリプルルッツはどこがいけなかったですか？どこも悪いと思わないんですよ。これ軸がとても良くてですね、高さも十分にあったんですが、本人が多分自分がどこに空中でいるのかよく分かってなかったのかもしれませんね。このダブルアクセル綺麗でしたもんね。このダブルアクセルは非常に良かったですよね。高橋さんの得点、リクワイアードエレメンツ 4.08つの要素をどれだけ満たしているかというリクワイアードエレメンツ、6点満点ですが、日本のジャッジは辛く 3.9。 それとあとはプログラムの作り方ですけれども、やはりもう少しスピンをじっくり回るタイミングが取れるようなプログラムを作るといいと思いますね。プレゼンテーション、表現力のプレゼンテーションです。こちらは上がりました。4.8 以上。
ニコディノフに続いて現在のところ2位、高橋加奈子です。プレゼンテーション504849484848 504849 47 Thank you.